今日一日何をしても犯罪にはなりません、何をしますか？結構際どい質問だなって思うんですけど、私は何したいかな。犯罪ですよね。やっぱり旅行が好きなので、もう飛行機とか勝手に乗り込んで自分で運転して自分で好きなところに降りてタダで観光するっていう犯罪が個人的にしたいなって思いました。結構現実的には難しい話だと思うんですけど、夢のある質問だなって思いました。人前でおならをしてしまって完全にバレてしまったことはありますか？その時はどんな感じになりましたか？人前でおならをしてしまって、まあ結構割とあるって言っちゃあれなんですけど、密かにおならする時あるんですけど、結構バレあーって言われた時もあったり、バレちゃったりっていうのも全然あったりするんですけど、もうその時はもうなんかもう開き直っちゃって、もう私がしましたって言ってますね。あまりにも隠し続けるとなんかもうなんかめんどくさくなっちゃうんで、逆に自分で、あ、私がしたごめんなさいって逆に自分で謝りに行った方がいいかなって思うので、毎回もしおならしちゃって友達とか家族にバレた時はもう自分でもう開き直ってます、いつも。エッチの際、今まで男性に求められて実際に身につけたコスプレは何ですか？また一番恥ずかしかった、一番興奮したコスプレをそれぞれ教えてください。私自身コスプレ経験は1回しかないんですけど、その1回が実際私が通っていた高校の制服を着て、元彼がその先生で私が生徒で、シチュエーションみたいなエッチはしました。その時に実際使ってたものだったので、結構背徳感が自分でもあって、とても思い出に残って楽しかったシチュエーションのエッチになったなって思います。実際にあんまり大学3年生になって制服を着ることがなくて、しかもその禁じられた関係みたいなシチュエーションだったので、かなり興奮するので、元通っていた学校の制服を着てエッチするのはすごい楽しいなと私は思うので、皆さんもぜひやってみてください。はい、というわけで女子部屋でした。冬香とお友達になってくださる方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと質問もお待ちしておりますね。